李藩赤は大韓民国の政治家、独立運動家である。本願は全州李氏。号は鉄月。別名は王雲山、李国根。李昌番政権下では初代国務総理、初代国防部長官を務めた。国務総理として演説する李。右後方に李昌番が座っている。1900年、中世南道天安生まれ、形状高等普通学校卒業後、 両運橋の定引きで中国へ亡命し、雲南高武同起兵か第十二期生となった。三点一独立運動の熱気の中、抗日独立運動を志し、南万州にあった、私塾、新興武漢学校の教官となった。著はじめ、金田スクチンの北路軍政所に所属し、青山里戦闘では、金田スクチンの下、韓国独立軍の一体で活躍したとされている。 1922年から1925年まで、ソビエト連邦の宴会集で、高来革命軍合同民族連隊の指揮官となるを自由し、無語編や日ソ基本条約、ロシア人妻の自殺で、ソ連に減滅して1926年に、トムスクを脱出してからは、満州で中国軍に勤務する。満州事変後に、東北抗日義勇軍で活動。 蘇平文軍の秘書兼高級参謀馬仙山軍の作戦課長を務めた。1934年、部隊が壊滅したため、ソ連へ、再び逃亡。その後、中国軍事考察団の一員として、ヨーロッパ各国を視察した後、中国に帰還した。1934年、中央陸軍軍艦学校落葉文工特別班、学生隊長。日中戦争においては、 国民革命軍に参加。第三祖事軍高級参謀。第三。1940年、韓国幸福軍参謀長。1942年、韓国幸福軍第二師隊長。1945年8月、韓国幸福軍挺進軍総司令。解放後に帰国し、朝鮮民族青年団を創設。自分の勢力基盤とした。その後、 1948年7月31日に初代国務総理に任命される。当初、李承番は林英を国務総理に任命する予定であったが、国会の承認を得られず、李反席を指名し、国会の承認を得た。8月15日に国防部長官を兼任。軍の強化を推進し、米軍事顧問団の政治商工制度は、先制主義国が採用している。 独特のもので、政治的に中立であるべき、民主主義国家の軍隊に必要ではないという反対を、押し切って、政訓局を新設。政訓将校を育成して、将兵の精神武装させるとともに第四局を設けて、対遊撃、対心理、対調法に任じさせた。韓国軍の強化に、外国軍で活躍した高級将校の入隊を呼びかけた。また戦時に、 将校の補充源となる五国軍や学徒五国団を編成。しかしこれらは公認の猿カタギによって政治的理由により解体させられた。第二大大統領選挙では李承番に気に入られようとして当選させるために暴力団を使ってテロまで起こし悪名を轟かせた。その後自由党政権下ではあまり政治の表舞台には立たなかった。 1961年に民族青年団系の軍人クーデター未遂事件が起こると逮捕されたがすぐに釈放された。ありがとうございます。